はい、えー、どうも皆さんこんにちは凡人でございます。ということで、えー、今日はですね FC 岐阜対 FC まわりのレビューというところでやっていこうというふうに思っております結果は4対1ということで2試合連続の4得点、えー、というところでまああの相手もねあの、まあ、今2位とまあ本当昇格兼争い真っただ中のチームなんですが まあそれにしてもなんか言っちゃ悪いですけど本当にできすぎなくらい、えー、とうまくチームのね、えー、流れっていうものを作り出せた試合でしたし、えー、まあそういったね試合に持ち込めてしっかり勝ちきることができたっていうのは、まあ、これ非常に大きいことなんじゃないかなというふうに思っております。<laughs> えー、フォーメーメションは前だと変わらず えー、選手も前節と変わらずというところで、まあ、3 − 4 − 2 1ですね、えー、守備時は5 − 4 1のフォ,、えー、フォーメーションを取ると、で相手は3 − 5 2ですね、えー、1アンカーの2インサイドハーフの2トップ、えー、スタートは外人2人で組んでくるというところで、なかなか J2、J3 ではな、ね、なかなか外人が2トップを組むということは、ねまあ、少ないんですが。 えー、まあそういったところで入ってきておりまして、えー、この試合もね基本的に前節と一緒で岐阜の何が良かったかといえばやっぱりこの相手のねこの、まあ、今日で言えば5三3あ後半で言えば 5−4 の、ね、ブロックを作られたとしてもしっかり前がかりにボールを取りに行くプレーというものを、まあ、見せれていたなというふうに思います。 まあ特にその前かがりからプレスをかけるっていうのはこれえ前説というか <laughs> まあこれまでもねチームとしてやってきていたことなんですけどやっぱ何が一番変わったかといえばやっぱりこのボランチのこの2人、ですね来たとま萩野でしたけど彼らがある程度この深いところまでしっかり追い込んでえプレスをかけれるようになったというところですね。これがもうとにかく ここ最近の岐阜、まあ特に前節そして今節のいいところだと思うんですが、やっぱりしっかりとこの前半全体のチームとしての幅をねしっかり縮めた状態でボールをねバインに行けるというところが、まあ、これが一番素晴らしいところだと個人的には思ってます。特にこの2試合でボールをねうまく取れるような雰囲気の要因というのは、とにかくここに。 えー、あるんじゃなないかなというふうに思いいますというのもですねやっぱりあのこれまで岐阜はまあ4バックの時もそうですしまあ3バックにえ変えてからもそうでしたけどやっぱりこのボランチのやっぱり立ち位置がちょっと低かったんですよね。まあなんて同じようなこういう5バック <laughs> もしくは2トップのねチームに対してもですねやっぱりなかなかここに行ききれないがために。 やっぱりこの今、丸打ちましたけどこのこここですねこのスペースをやっぱり開けちゃうことで相手にカウンターのチャンスを作られてしまうだとかせっかく前はねしっかり前線からプレスに行けてるんだけどもやっぱりこことの間が空いてしまうのでやっぱり取り切ってワンタッチ預ける場所がなかったことによってさっきも言った通りカウンターにね え持ち込まれるっていうような試合展開っていうのをまあここまで作り出されることが非常に多かったんですけれどもえ最近はまあとにかくこのボランチがしっかり前に行くことでまあ例えばボールを最終ラインでの一歩手前相手の,このアンカーのところ取ってだけどまあ相手が挟み込んで来てるんで一回経由してワイルドに。 えー、ボールをね、渡す隙をね、作るだとか、そういったところ、でなおかつ、最近そういうね、バックパスは全然特にしてないんですよね。なんなら、この2人で取って、ワイドに渡して、えー、クロスで真ん中に、もしくは、えー、ボランチで取って、そのまま縦パスを入れるとかね。えー、無駄にこの後ろのスリーセンターのところで、えー、ボールをね、えー、頼って、えーっと、バックパスを1回かまして、えー、この、 相手のズレを、ね、作り出そうとして横ばっをねで続けるっていうようなシーンが非常に減ってきたなっていう、ね、印象を持ちますがやっぱりそういったところを、ね、作れているというのがまあ今非常にチームとしても、ね、いい状態にある一つなんじゃないかなというふうに思っております。まあ、なのでで <laughs> 以前よりりもですねやっぱり 横パスが減った分だけやっぱりチャンスを作る回数自体が、ね、やっぱり単純な、ね、回数っていうところが非常に増えているのでやっぱりこれをとにかく続けていくことがまず一つ重要なんじゃないかなというふうふに思いますし、まあ、今日1得点目はね松本選手から藤岡選手へのいい、e、クロスというところで、まあ、本当にね。 いいところでボールを奪ってワイルに展開して最後、藤岡が決めるっていうねこれまでやっぱり理想としてきたゴールシーンっていうんですかねゴールへの形っていうところが非常に作り出せていたのかなというふうに思います。まあ、あのチームとししててこんだけ <laughs> ある程度前がかりにに守備しに行って でやっぱり後ろのラインも揃っているのでオフサイドトラップ、まあ、今こんな言い方しませんけど、まあ、そういった部分もかけやすくなって、うん、チームとして組み立てられているっていうのは、まあ、いい流れを作り出している証拠ですし、まあ、なおかつ、やっぱり、ね、さっきも言った通おり、まあ、これだけ成績があを残しているチームに対してしっかり4得点取って、まあ、1得点、ね、これロングカウンターで一発ここで。 やられちゃいましたけどやっぱりそれを除いてもねしっかり勝複数得点で勝ち切っていけたっていうのはこれ一つ大きな財産としてねチームとして、まあ、今シーズン本来目指していた形ではないかったんですがやっぱり <laughs> ま,あまずは結果っていうところを考えればですね残り4試合ですけれどもやっぱりそ,れにその4試合に向かってっていうところで言えば形は作れてきているのではないかなというふうふに思います。 まあ,あの今シーズンはねどちらかというとパス主体のサッカーというところで上野監督体制でまあ始めていくというところでえ途中、やっぱりそこから方向転換というところでなかなかねねやっぱりねえ今日何回も言ってるようにこのボランチの位置だったりとか選手の立ち位置のこの感覚っていうところがなかなか揃わずに来てしまっていたシーズンだったのでまあようやくそれがねなんか 一つ、このパスをつなげるっていう意識ではなくて縦に持っていくっていう意識に変えたことによって、まあ、チームとして鎖足についていた鎖が外れたではないんですけどやっぱりそういったところを作り出しているという、ね、ところは非常にまあ本当評価してもいいんじゃないでしょうか。 今治も後半はね、あの、アンジェロッティを途中最後、えー、交代カードを3枚目に使った時にですね、えっ、ー、と、非常にいい流れを作れていたんですが、それにしてもやっぱりギフの方が、まあその一歩上手を上回って、まあ最終的には PK も取って、藤岡は16ゴールで単独1位ですかね、得点ランキング踊り出ましたが、やっぱりね、今、えー、シーズンは非常に不甲斐ないシーズン、 までで過ごしてきてきいたので、まあ、残り4試合しっかりとね、き、えー、今日のような内容、別に4トンもね、まあ、取れという、ね、つもりはないんですけど、でも、残り1イ戦をしっかり勝ち切って、まあ、来シーズン何かしらね、勝てをつかめるような戦い方をぜひしていってもらいたいなというふうに思っております。ということで、きょうはです、ね、今治戦のレビューというところでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。